ちは。8月13日火曜日です。ちょっとね、暑いので室内からお届けしてますけど、ちょっと扇風機の音うるさいかな、大丈夫か。ですね、前回のビデオは何でしたっけ。前回は地震の日ですね。地震があってとりあえず大丈夫ですよっていう短いビデオを公開して、その前がライフオブパイとかを見たという話をしたビデオでしたね。そうそう、それで映画の話をした動画のコメント欄にザリガニの鳴くところをおすすめされてた方がいたんですけど、そうそう、ザリガニの鳴くところね、僕すごく大好きな映画なんですよ。で、あれってもともとそのアメリカでものすごく売れたミステリー小説の映画化なんですよね。で、僕ね、原作の小説は読んでなかったんですよ。で、なんかコメントでちょっとあの映画のことを思い出して、すぐにネットで注文して昨日届いたんで、ね、ちょっと今日から読もうかなと思って楽しみなんですけど、映画がね、すごくそのスクリーンドポーチがずっと出てくるんですよね。スクリーンドポーチの中でなんかね、絵を描いたりしてるんですよね、主人公の女性が。スクリーンドポーチがすごく雰囲気がいいんですよ。なんかね、ここのポーチもね、もうちょっとね、広くしたいなってね、改めて思いました。そこの、カナダライのビオトープがあるでしょ。あそこのメダカがね、なんか増えてました。いつの間にか産卵と孵化が済んでいたみたいで、もうちっちゃいメダカの赤ちゃんがね、泳いでいたので、メダカの赤ちゃんがちっちゃすぎて、親メダカが間違えて食べちゃったりすることがあるらしいので、一応ね、ちっちゃい網に隔離しておいたんですけど、あれどのくらい隔離すればいいんだろう。ある程度、大きく、稚魚が大きくなったら、一緒にしてもいいんでしょうけどね。なんかちゃんと産卵して孵化したのは初めてですね。前にメダカ飼ってた時は全部死んじゃったんですけど、今回はあの浮いてる水草がいいのかな。あそこがね、多分産卵しやすそうだし、なんか隠れ場所にもなってそうだし、ちょっとメダカが増えるのは楽しみですね。今日本ではお盆真っ盛りなんですけども、お盆の話をすると、外国の方からお盆ってどういう、お盆って何っていうね、質問が何件かあったんですよね。確かに、日本独特の文化ですよね、お盆っていうのは、日本の、伝統的な行事で、大体ね、今の時期、8月中旬くらいにあるんですよ。地域によっては7月にやるところもあるのかな。で、その時期は、亡くなった人とか、自分の家族の先祖とかの霊が家に帰ってくるっていう風に、言われてるんですね。だから、お墓、みんなお墓に集まってお墓を掃除したり、お供え物を、お花をあげたりするということをやるんですね。で、だから結構日本ではお盆休みといって、企業とかでもお盆は何日か休むことが多いんですね。それで、そのお休みを利用して、遠方からふるさとに帰ってくる人も多かったり、で、ふるさとにお墓があるんでね、そのお墓参りをしたり、で、そういうね、行事なので、家族とか、普段離れてる家族とか、
友達とかに会うのにね、ちょうどいい時期なので。でもお盆、そういう亡くなった人を迎えるみたいな行事って多分キリスト教でもありますよね。なんか万霊節とか死者の日とか、そういうのって多分亡くなった家族とかご先祖様を迎えて、亡くなった人を偲ぶような日ですよね、きっとね。だから、うん、万霊節とか死者の日に似てる感じと思ってもらえれば分かりやすいのかな。うん、それでそのお盆なので、ここに昨日ですね、友人たちが集まってハンバーガーを作ってみんなで食べたんですけど結構網でやってるんですね。ちょっと早かったな。インサート。ただね、もう今年はもうすごく暑いので、外でバーベキューするの大丈夫かなと思っていて、で天気予報を見たら最高気温がね、お昼ぐらいで32度っていう予報だったんですよ。32度はちょっと危ないんじゃないと思ってたんですけど、その僕の友人たちが主にいる熊本市町の方だと38度とかになってるんですよ。あ、だったらこっちはまあ涼しい方なのかと思って、まあ大丈夫かと思ってバーベキューをやってたんですけども、まあ友人たちは町から来たので、ああ全然涼しいじゃん、大丈夫大丈夫って言ってたんですけどね、やっぱりね、ちょっと一人暑すぎてちょっと熱中症気味になって、車のエアコンを効かせてちょっと避難したんですけど、しばらく休んでたら回復したんで大丈夫だったんですけど、ちょっとね、去年まで全然そんなことなかったんですけど、今年は異常に暑いので、ちょっとね、来年もまずいかもしれないなということで、いつもね、お盆と年末にみんなで集まるんですけど、お盆はここでバーベキュー、年末は町の居酒屋で宴会をするっていう感じになってるんですけど、ちょっともう次から逆にしようかとお盆は冷房の効いた居酒屋で宴会をして、で年末は寒いけどここで焚き火でも囲みながらバーベキューをするのがいいんじゃないかということで、うん、だから今年の年末からはここで焚き火を囲んでバーベキューをしようということにそういうことに決定して解散しました。まあどうにかギリギリ無事バーベキューを終えましたけど、ここってこの小屋も庭も普段僕しか、ここにいるのは僕だけなんですよ。だから階段の手すりが腐ってるとか、その辺の床の板がちょっと危ないなとか、そういうのって全部僕は頭に入ってるので大丈夫なんですけども、なんかいざ人を迎えるとなると、あ、いろいろなんかそういうところは直しとかなきゃいけないなっていうのがやっぱいっぱい出てくるんですよね。なんかここに石があるとつまずきそうだからどけておこうとかで、階段もこの間手すりが腐ってたのを撤去したばかりで、まだ新しい手すりができてないので、ちょっとここを上り下りするのは危ないんじゃないか、ましてやなんかビール飲んで酔っ払って事故になるなと思って、もうねそこをパレットで塞いじゃったんですけど、うん、それは正解でしたね。今年はね、ランプがね、ランプもバーベキューの時は連れてきて接客係をさせてるんですけど、なんかだいぶ去年に比べてだいぶ大人になりましたね、ランプも。
去年はね、もう人が来たらもうはしゃいじゃってはしゃいじゃって大変だったんですけど、今年はね、もうテーブルの下でじーっとね、多分テーブルの下がこうみんながこう囲んでるからなんか楽しいんでしょうね。とにかくランプは人が好きなので、人も犬も大好きなので、なんかね、端っこにポツンといるよりもテーブルの下でみんなに囲まれてる方が楽しいみたいで、でもそこでじーっとねお利口にしてました、ね、まあでももう今週お盆が明けて、まあお盆が明けたら一気に山は秋の感じになっていくので、うん、そうなったらまたいろいろそこの糊面の工事も再開して、いろいろやらなきゃいけないことがありますね。この暑さももうしばらくの辛抱ですね。皆さん体調には気をつけてどうにか乗り切りましょう。ここ数日で描いたスケッチをご覧いただきながらこの動画は終わりにしましょう。それでは。